魔女と傭兵第2巻。今回も明快で面白い1巻でした。主な事件は2つ。まずはチグがイサナに頼まれて部族の子供たちを助け出した。後半は他のクラーの冒険者を殺害する容疑をかけられたジグが復讐のために襲ってきたクラーのメンバーをコテンパンにして、いろいろあってそのクラーと協力関係になって真犯人を討伐した。ジグとシアー社の思考、世渡り、そして今2人がいるこの社会の仕組みがさらに解明する一環でした。今回は話に絡む人物が多くて人間関係を把握するのに結構苦労した。その中に第1巻で登場した人物もいたけど、ちょっと時間が経ったし脇役たちはあんまり印象に残らないから誰が誰なのかほとんど覚えていない。正直主人公2人を含めて全体的に人物の描写がうまい作品とは言えないと思います。前回も本作が人物を中心に描く作品ではないという話をしたけど、本作の人物描写は直接で効果的ではあるが表面止まりのところがあります。まあ下手にいらない深みを与えようとするよりは何倍もマシですが、人物描写が本作の強みだと言えないと思います。じゃあ本作はどこがいいのかと言われると、それは単純に面白い。事件の進行に淀みがなく、ジグたちが強すぎたせいでそんなに緊張感があるわけではないのに、とにかくテンポがいい、条理明晰で言いたいことを濁さない、そういうのはネット小説にしては実は相当珍しい。あっさりしていてすごく読みやすい、満足度が高い冒険談でした。その強みを生かしている感じが本作の魅力元だと思います。マフィアの構想や謎を探り入れ、今後の伏線もいろいろ張られている。今回の事件はどちらもジグ側視点、街の中で起きて街の中で解決する事件なので、シアー社の出番をもうちょっと見たい気持ちがあります。次回もお楽しみにしております。ご視聴ありがとうございました。